コメントでですね、はい、こんなコメントをいただきまして、なんかとても感慨深くてですね、はい、感慨深い使い方が間違ってるかな。はい、ISFP の動画のコメントで、はい、相方だけど明るいっていうコメントがいただいたんですね、はい、コメント、はい、ISFP のところで、はい、相方だけど明るいっていうので、はい、僕は考えてしまってですね、はい、体調ってご自覚では内向型です、はい、で自分は私二等兵、はい、自覚では外向型なんですね、はい、で明るいかって言われると、はい、で体調が暗いかっていうと、はい、内向型の体調、はい、外向型の僕、明るいのは体調だぞって。その何を見るかですよね。何を見るかです。はい、いや多分動画を見てくださってる、はい、M8 最近見たよっていう人は、はい、二等兵のことを明るいって、はいはい、言うと思うんですけど、はい、長く見ていただいてる方は、はい、こいつは暗いぞと、はい、めっちゃネガティブだぞと、うん、いやただまあパー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 喋りますと、はい、だからまあその何を見るかじゃないですか。ネガティブなのが暗いのか、あパーパー喋ると明るいのか、のか明るいですかって言われると体調明るいですか。まあどうでしょうね、何を聞かれてるかって考えますよね明るいですか、前提を述べようとあ、まあ、なんかあの子供の時の通知表とかは朗、はい、らかみたいな、あ、まあ 明るい、はい、明るい部類ですね、はい、でもあの明るいの陽キャみたいなパリピみたいなイメージだと多分全然違うじゃないですか。あ、まあそうですね、はい、うん、パリピと言われると私も全然はい、はい、もうお正月はもうずっと家ですもんね、はい、まあ、ISFE は明るいですかみたいなことを聞かれてですね、はい、じゃあ EN、まあ、僕は EN なのか ES なのかも、はいはい、分からないんですが、うん、ESFJ、はい、ENFJ、ENFP、はい、が出たことある僕は明るいですかって言われるとそうでありたいとは思ってます、はいはい、っていうやつは明るくないですよね。うーん、難しいですけどね。人から見ると明るいんですかね。体調僕は明るいですか。明るいですよ。あ、分かんないです暗い側面もある。人に紹介するときは、はいはい、明るい人、明るい人、まあ、その印象もあるじゃないですか。あ、印象あるでしょうね、はいはい、あ、体調どちらかというと寡黙な印象ありますもん、ね、はい、で寡黙を暗いと捉えると、はい、暗いんでしょうけど、はい、考え方全然ポジティブですもんね。ポジティブです。あ、僕からするとポジティブに見えます。はい、はい、外に出かけようとする、なんかに誘われて、はい、イベントに誘われて、はい、出てもらえませんか、はい、M8 でってなった時に、はいはい、嫌だっていうのは僕です出ようっていうのが体調、抵抗がある、はいはいはい、っていう感じなんですよね、はい、あとまあ一概には言えないですよね、うん、これも比較なんですかね。もうその基準、まあ、明るいがもう主観じゃないですか。数値が決まってるわけじゃない。だとやっぱ自分の主観自分の主観、どこからを明るいっていうかにもよるじゃないですか。でそれって人それぞれな感じはするんですよね。じゃあ僕は、はい、僕で自分で明るい人間ですって言ってもいいですかだったら、はい、言えばいいじゃないですかって感じ。言えばいいじゃないですかって、それも、ま、間違ってはないかなって感じですよね。とも思わないなるほど、はい、体調は、はい、体調のこと明るいよって人に言われるのは嫌ですか。別に嫌じゃないですよ決められるのは嫌ですか。暗い人間だとか、はいはいはい、明るい人間だって言われるのはどうですか。で明るい人間だとか言って言われたら、はい、明るい人間とは何だですよね。それで僕も決められると、はい、いやってなんか暗い側面を出したくなるんですね、はい、あ、これやっぱ人間の反応なんですかね、このバランスを取ろうとする、はい、まあ、その定義がしっかり定まってれば、じゃあその定義なら明るい人間ですとか暗い人間ですっていう感じにはなりますけど、もうなんか明るいとかっていうのはもう主観でしかない感じがするんですよ。明るい暗いっていうのが。そうですね、すっごい明るい人たちの中にいたらすっごい明るい人でも俺って暗い人間だなと思うじゃないですか。僕はどれだけ寡黙かですよ、ね、はい、はい、僕は普段は明るい人、明るい楽しいやつだと思ってるんですけど、はい、あえて文面でもらうとですね、はい、ちょっと考えちゃうんですよね。抵抗があるって感じ
そうですね、明るいっていうことに抵抗がある、内向型が、はい、って言われると、じゃあ外向型の俺は明るいのかって、はい、いや、はい、逆、まあ性格が悪いのか、はい、決められたくないのか、まあ、定義ですよね、定義が曖昧だからっていうだけなんですかねと思いますけどね。外向の明るい人は今しか見ない明るさ、今うまくいっているかどうか、内向の明るいは未来に対しての明るさ、計画通りにいけそうかみたいなと感じると。でもこれもなんかタイプによって、はい、体調明日見ないじゃないですか。僕は見ない見ないって言われるじゃないですか。あ、まあ、近い未来しか見ない、明日は見ますよ多分。あ、はいはい、あ、だとやっぱり別に内向型は内向型で、はい、神様が言うのはあの明るい部分はあるよって話ですよね。まああるんじゃないですかね、まあ、ポジティブかポジティブじゃないかみたいなのはなんか自己肯定感とかも関係してそうじゃないですかね。はい、自己肯定感ね、はい、ネアカかネクラ、まあ、定義が分かんないですもんね。そうなんですよ、ネアカって言われれば多分ネアカの部類かなって思いますけどね。あ、根が明るい僕は。でも陽キャって言われると陽キャじゃないなっていう。あ、僕はもうネクラかって言われると多分ネクラですね。はい、はい